はい、こんにちは、タカです。先週の木曜日金曜日、この2日間でドルが行ってこいをしています。これによってレンジから一旦は抜けているんですけども、再度戻ってきた形。現状では戻って引けていますから、レンジからブレイクと見ていくのか、それともレンジの中に戻ってしまったと見るのか、これはもう本当に意見が分かれるところだと思うんですよね。こういったのは考えても答え出ませんから、次の流れを見ていくのが僕は大事になってくるんじゃないかと思っていたんですけどね。昨日である程度の流れはもしかしたら見えてきたかもしれません。そのあたりをチャートから見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ドルが絡む通貨ということで、まあ当然行ってこいの形になっているんですけどね。それまではレンジ相場、このレンジからブレイクしたことで売りのトレンドを見ていける環境はあったと思うんですよね。戻れば売り。ただ昨日の動きを見ているとしっかり買いが入っています。金曜日の高値を超えています。戻り売りというのは当然これはもうブレイクしていますから入っていると思いますけども、ただ現状形として戻り売られた形にはなっていません。ということは現状これブレイクを見てショートを見たベア派にとってはかなり苦しい状況。結果レンジの中に戻ってしまったと見るんであれば、ここはレンジの加減です。レンジ加減でショートをしてしまっているという状況でもありますし、もともとチャートは強い流れがあったんですよね。最近はレンジ相場になっていましたけども、こういった強い流れの継続を見ていくんであれば買いが入ってもおかしくない、ただまあブレイクを見ていくのは今現状ではまだ早いとは思うんですけども、ただ今はショートが苦しい状況、そして今の現在地がレンジの加減なんであれば、少なくともレンジ上限までの上昇というのは見ていける環境があるんではないかなと。これも週末の段階では分からなかったんですけどね、昨日の動きで金曜日の高値を抜けてきたことで強い買いの流れというのは見えてきたと思いますんでね、まあ、こうなってくればまずはロングを見ていくことになるかなと思います。レンジの上限が 1.22 の40付近、レンジ加減が 1.21 の70付近。今日に関してはロングを見ていくわけですからね、まずはこのレンジの加減、ここをバックにロングを見ていくということで、1.21 の70付近、ここを一つの壁として相場の方は見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ただしなんですよね、ユーロドル、少し悩ましいのがこの短期足の流れを見ていくと売りのトレンドは見えていて、戻りの高値まだ抜けてないんですよね。ですから目線としてはまだショートです。戻れば売りの環境が見えてきます。これが少し悩ましい部分ではあるんですけどもね、ただ僕はもう上位足の環境を優先してこのレンジ相場を想定して見ていこうかと思います。つまりこの底から見ていけば上昇トレンドが見えてくるわけですからね、このトレンドの継続をまずは追っていく。そうすると金曜日、そして月曜日で作った足場が見えてきます。この足場の加減というのは日足レンジの加減と共通です。1.21 の50付近、ですからこの上昇トレンドの押し安値を割らない限りはどこかでロング、割ってくると再度売りの流れを見ていくことになるかと思います。この青いトレンドですね、これはまあレンジからのブレイクということにもなりますから、一旦はこのレンジの中の動きを想定してロングを見ていく。 1.21 の50をサポートにロングを見ていく。目標はレンジ上限ですね。こういった上昇トレンドをまずは追っていきたいなと思います。ただここをレンジと見ていくんであれば、今の位置がレンジの真ん中なんですよね。ここでエントリーをしていくとなると少し難しいかもしれません。もう少し押しは欲しいところではありますね。流れとしてはドル売りを見ていくということになると思います。もともとユーロは最近動きないですからね、ドルが売られる流れというのを想定してのロング、目線としてはサポート割ってくるまではロングで固定していけそうですけどもね、ただ現在地がレンジの真ん中ということで、今日に関してはこの押しを待つということになってきそうです。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。少し前までは円の弱さに注目をしていたんですけども、金曜日に円が買われたことによって少し環境が変わってきています。まずはユーロ円で見ていくと、高値のレンジ相場、足場の崩れが見えています。もともとは強い流れはあったんですけどもね、上昇トレンドは一旦止められて、そして足場の崩れが見えていますから、この崩れを見たベア派、高値から見ていけば売りのトレンドを見ていく人たちは当然出てきます。これに対して下のサポートまだ割ってないですから、流れが止まればどこかで押し目買い、再度上昇の流れを見ていくという形も当然見ていけると思うんですけどもね、現状どちらが優勢かというのはわからないですよね。今は売りのトレンドが出ています。昨日も安値更新していますから目線はショートでいいと思うんですけども、流れが止まってくるとこういったブル派とベア派のぶつかり合いが出てきやすい環境はあると思います。まあいわゆるレンジ相場ですよね。こういった形になってくると次のブレイクがないと次の流れが見えてこない、決着がつかないと次がわからないんですよね。まあ、それだけ時間もかかります。その間ずっとこのブル派とベア派のぶつかり合いを見ていかないといけないわけですからね、流れを見ていくのはすごく難しくなってしまいます。
ですからポイントは金曜日のこの円買い、ユーロ円だけではなくて他の通貨もしっかり売り入ったんですけどもね、このユーロ円に関してはこの動きによってすごく値動きが難しい環境になってしまったと思います。短期的にはショートを見ていくということにもなってきそうですけども、流れが止まったら調整局面、少し難しい動きになってきそうです。ユーロ円は様子見でもいいようには思いますけどもね、買い方の流れも売り方の流れもどちらも見ていけるすごく今は難しいチャートになっていると思います。まだ決着というのはついていません。この決着というのもしばらく時間はかかってきそうですんでね、しばらくは難しい値動き続くんではないかなと思います。そういった中に飛び込んでトレードをするかどうかですね。はい、こちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルもレンジがずっと続いています。3月の中旬から続く流れになりますから、もう3ヶ月近いレンジになっています。まだ決着ついていませんからね、継続してレンジを見ていくということにはなると思いますけども、注目したいのが先週の動き。基本的にドルストレートの通貨は先週の木曜日大きなドル買いという形がありましたから、下の方にブレイクしているんですよね。ただこのポンドドルだけはレンジの中に止まっています。値動きが止まったのはレンジの下限、翌日はドルが売られたということで反発しています。なぜレンジから抜けなかったのか、それはそれだけポンドが強いんですよね。これはもうここ最近の流れとしてポンドは強いというのがあったんですけども、今はドルが弱くなってきてるんですよね。そんな中でポンドが強いとなってくると、ポンドが強いドルが弱いということで、しっかりした流れが見えてくるチャンスがあるかもしれません。今の現在地はレンジの上限です。まだブレイクはしていませんけども、もしかしたらこういったドル売りの流れが出てくると、ブレイクという形も出てくるかもしれません。今見えてるレンジの上限が 1.42、下限は 1.41 ですね。もう100ポイントのレンジ相場もずーっと続いていますけども、もしかしたらブレイクのチャンスが出てきたかもしれません。ただ今はまだブレイクしてないですからね、このレンジの上限でロングをしていくんであれば、それなりの根拠というのがやっぱり短期足で欲しいところです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。 1.42 がレンジの上限ですね。この手前で流れを止められているわけですけども、毎回毎回しっかり足場を作ってくれてるんですよね。前回は少し短かったですけども、今回もしっかりした足場ができつつあります。レンジの下限が 1.41、 ここをバックにロングを見ていくという形になってくると、現在地からかなり距離があります。それだけリスクも大きいということになりますから、ここをバックにするのは難しいとなると、レンジ上限というのはある程度分かってはいるんですけども、それでも強い流れを見ていきたいということになってくると、この小さなレンジを見ていくことになるかと思います。もちろんまずはこの下のサポート探しから始まるわけですけどもね、サポートが見つかれば下限からロング。ただブレイクに関してはこれはもう抜け期待になってしまいますね。現状抜けたという形はまだ見えていません。あくまでブレイクを期待したロングを見ていくんだらば、この小さなレンジからのブレイク、こういったのを見ていくのは面白いとは思います。ただブレイクしなければ、ここはレンジ相場ですから当たり前ではあるんですけども、上からの売りの流れというのはあるかもしれません。ロングをしていくんならば、こういった売りが出てしまう、抜けなければどうするかというのはちゃんと考えてエントリーはしていく必要はありますね。高値で掴んで下まで引っ張られてしまうと、80ポイントから100ポイント近い含み損、なかなか許容できる値幅ではないと思います。個人的にはあまりね、このポンドの強さを見ていますから、ショートを見ることはないと思いますけどもね、ただこの高値ブレイクの失敗や上値の重さ、こういったのが見えてくれば高値からのショートもありかもしれませんね。僕はもう目線としてはロングですね。ポンドの強さをしっかりまずは見ていきたいと思いますから、レンジ上限ではありますけれども、買いのチャンスはしっかり見ていきたいと思います。ただこの高値をブレイクするかどうか、もうこればかりはもう見ていかないとわからないですね。はい、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。個人的に黒線を見ていくんであれば、僕はこのポンド円が面白いんではないかなと思っています。まずはこのポンドの強さですね。これはポンドドルでも見ていきましたけども、ポンドはやっぱり強い流れがあります。ポンド円で見てもレンジからのブレイク、強い流れがあります。今はちょっと押しが入ってしまってますけども、この押し安値、昨日安いところあったんですけども、最後にはしっかり戻しています。冷やしで見るとサポートが見えている。このサポートは154円の90付近、冷やしのサポートですから、冷やしの終値がしっかりブレイクしてこないと抜けたとは見ていけない。もしここがサポートになってくるんであれば、上は壁があるわけですからね、上下に壁が見えてくることになります。もしかしたらこの辺りでまたレンジ相場といった形にもなってくるかもしれません。そうするとこの辺りは下限になってきますから、ロングを見るにはいい場所だとは思うんですよね。ただロングを見ていくんならば、これ割れたらどうするかですね。割れてしまってまでロングを引っ張るようなポジションではないと思います。ちなみにこの足場の崩れが見えてしまうと、次はこの上昇の起点まで、ここまでの下落というのは想定していくことになります。現在地から見ていくと100ポイント以上下。
なかなか許容できる値幅ではないと思うんですよね。だとすればこの辺りでロングするんであれば、割れたらどうするかの答え、これだけはちゃんと用意はしておいた方がいいかと思いますね。ただ個人的にはポンドの強さ、これやっぱり注目したいなと思いますからね。目線はロングですかね。まあ、割れてくれば投げればいいやと。今はレンジの加減ですからね。ロングはエントリーしやすい場所だと思います。目標はレンジ上限。まずはレンジの中の動きですね。155円から156円向けた買いの流れを見ていきたいなと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。154.90 付近がこの下のサポートですね。日足の押し安値。今現時点ではこれは行き過ぎた動きだったのかなというふうに思っています。ブレイクさせた陰線をすぐ直後に包んでいます。まあ、いわゆる包み足ですね。この2本の足を合成足にしてしまうと、1本の下髭の長いピンバーが出てくると。これでサポートと見ていくんだれば、ダブルボトムという形で波の反転を見ていくのも面白いとは思います。ただあくまでこのレンジ上限までですけどもね、この高値をブレイクしてくるかどうかは全く別の話。上限までのロング、こういったのを見ていきたいですけども、ただ割れたらどうするかですね。金曜日円はすごく買われました。昨日も円というのは決して弱くはなかったです。今まで円というのはすごく弱かったんですけども、先週の金曜日そして昨日と円というのは若干の強さを見せています。こういった円買いという流れが出てくると、こういったサポートを割ってくる流れも出てくるかもしれません。円買いは黒線で見ていくとどうしても下落圧力になってしまいますからね。この円の動向には注意はしたいですね。そのあたりは注意しながらも、このサポート割れてこない限りはポンドの強さを信じて目線はロングでいきたいと思います。はい、こちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。5ドルは昨日も強かったですね。まあ、それ以上に強かったのが金曜日。強烈な買いが入っています。あれだけ強い買いが入ってくれば当然波の反転も見えているだろうなと思うんですけどもね。ただこれ5ドルを見るとレンジから抜けていません。さらに言えば高値からこういった切り下げの動きが見えているんですけども、僕はこういったね、売りの強さを見て5ドルは弱いと、そのように判断をしていたんですけども、確かに戻りは強いんですよね。昨日もしっかり買いは入っています。ただこれ戻りの高値抜けてないんですよね。これでも5ドルが強いと言えるのかどうかなんですよね。確かにまあ金曜日そして月曜日としっかり買いは入っています。ただチャートを見ていくとなかなか買えるような形になっていない。まあ、せめて戻りの高値ぐらいは抜けてこないと買いは見ていけないと思いますんで、今現状戻りの高値が 0.77 の60あたり。昨日も短期足ではつけたりもしてるんですけどもね、ただ日足でしっかり抜けてこないです。ロングを見ていくんだらば、せめて戻りの高値ぐらいは抜けてこないとちょっと話にならないかなというふうに思いますね。さらにはここレンジ相場も見えていますから、仮に抜けてきたとしても目の前にはまだ壁があります。目の前の壁は 0.78。 こういったところまで抜けてくればいよいよ強い流れを見ていけるかと思いますけどもね、ただまあ少し時間はかかってきそうだなとは思ってしまいますね。今はドルがすごく弱いですよね。5ドルも弱いですから、ドルが弱い、5ドルが弱いということで、まあ、環境とは合っていない流れになっています。これではなかなかトレードするチャンスが出てこないと思いますんでね、まあ、今は様子見になってしまうと思いますけども、この5ドルの弱さというのはもう結構な期間の弱さになっていますから、なかなかこの波の反転を見ていくのは難しいと思います。そうするとやっぱりポイントはドルになってくるのかなというふうに思うんですよね。今はドルが弱いです。この流れが続くうちは少し難しいと思いますけども、何らかしらの理由でこのドルに強い買いが入ってきた場面、そういった状況が生まれてくれば5ドルの弱さ、そしてドルの強さというのを見たショートですね、そういったのを見ていくのは面白いかもしれません。僕のトレードの根拠というのはやっぱりこの事実を元にトレードをしていく。であれば今のこのチャートで事実は何なのかというと、やっぱり5ドルの弱さだと思います。積極的に見ていくんであれば戻りの高値、しっかり見ていくんであればレンジからのブレイク、こういった流れが見えてこないと僕はなかなかロング目線で相場の方を見ていくのは今は難しいように思います。ドルが買われてくればという前提条件はついてしまいますけども、まあ、ショート目線で相場の方を見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。戻りの高値をなかなか抜けてこない 0.77 の60あたりが大きな壁になっています。もう少し綺麗なレンジ相場になってくれると分かりやすいんですけども、このあたり今足場を作り出していますけども、ちょっとまだサポートが見えてこないですね。上の壁はもうはっきりしていますんで、問題はこの下のサポート。もしチャートの崩れを見ていくんだれば足場の崩れを見ていきたいですからね、まあ、そのためにもまずはサポートをしっかり探していきたいなと思います。候補は昨日の安値付近ですかね、 0.77 の30から40あたり。5ドルは金曜日月曜日とインパクトある動きはしていますけども、ただ環境は何も変わっていません。しっかり抜けてくるまではショート目線で相場の方を見ていきたいと思います。
はい、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円はやっぱり動かないですよね。まあそらそうだろうなというふうに思うんですけどもね。ここ最近は5ドルの弱さ、円の弱さというのを見ていましたから、どちらの通貨も弱いんですよね。弱い通貨同士のペアということで値が動かない。昨日は5ドルは強かったんですけども、こういった流れになると円も強くなったりするんですよね。結果動かない。5ドル円が動き出すのはもう少し時間もかかりそうな気はしますけどもね。今現状レンジが見えています。レンジ上限が85円、下限が84円の10から20あたり、この環境でトレードしていこうと思えば、この真ん中あたりで手を出してしまうとフラフラして値動きにやられてしまうと思うんですよね。見ていくんであれば上下の壁に引きつける。現状は少しまだ距離がありますかね。ブレイクを見ていくにしろ、反転を見ていくにしろ、まずはこのあたりに引きつけての値動き、これをしっかり見ていきたいですね。5ドル円はもうここ最近環境と本当に合っていないと思います。もうこれは連日言っている通りなんですけども、流れを見ていこうと思えば強い通貨と弱い通貨のペア、こういった流れをしっかり見ていくのが、ベストだと思いますけどもね。この5ドルと円に関してはなかなか強弱の差が生まれにくい環境が続いてしまっています。これではレンジからブレイクしてこなくても仕方がないかなというふうにも思ってしまいます。そもそも今ちょっと円の動きもよくわからなくなってきてますからね、余計に手は出しづらい環境になってしまったかなというふうにも思います。黒線の中でも一番様子見が必要な通貨になってくるんじゃないですかね。5ドル円は僕はもう完全に様子見で、しっかり流れが出てくるのをまずは待ちたいと思います。はい、ということで、僕が注目したいのがまずポンドですかね。昨日も少し弱い場面あったんですけども、しっかり買いも入っていました。まずはこのポンドの強さを信じてロング、ただポンドドルを見るとレンジ相場ですからね。しかもレンジ上限、レンジのブレイクという形はまだ見えていません。ですからまあポンドロング見たいんですけどもね、ポンドドルに関しては慎重には見ていきたいですね。はい、そしてポンド円ですけども、ポンド円もかなりチャートは強いんですけども、今少し押しが入ってきているんですけども、154円の90付近、ここにサポートがうっすら見えてきています。もしサポートされることになるんであれば、ここにはレンジ相場になってくるかもしれません。ポンドの強さを見ていくんであれば、レンジ相場が見えてくるとやっぱりロングは見やすいと思うんですよね。レンジの下限ということで買いが入りやすい環境、そういったのが出てくるかもしれませんので、ポンド円のロングはちょっと注目をして見ていきたいなと思います。ただ問題はね、もうギリギリのところですからね。こういったサポート終わったらどうするかですね。起点までの下落、こういったのはありえますんで、引っ張るようなポジションではないと思うんですよね。まあ、そのあたりは慎重に判断はしていきたいです。あとはこの5ドル、これも昨日そして金曜日とかなり強い買いが入っているんですけども、それでも戻りの高値まだ抜けてこないです。それだけ5ドルが弱かったということでもあるんですけども、今はドル弱いですけどもね、もしドルが強くなってくるんであればショートも面白そうではあります。ドルの動向次第では5ドルドル、こちらも注目をしていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別の動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。